回転寿司店の客が持参した湯たんぽにお湯を注入、窃盗になる、弁護士に見解を聞いたということですね。はい、青いパーカーを着て40代くらいの女性と思われる人物が回転寿司のレーンに備えてある蛇口にウレタン製と思われる湯たんぽを近づけ、そこにお湯を注いでいるということですね。はい、はい、お世話になってます。おはようございます、こんにちは、こんばんは、はるはるチャンネルです。今日はですね、11月13日ですね、朝ちょっと8時20分ですけども、ですね、今日オープニングの動画見て分かったと思うんですけども、なんか回転寿司の浜寿司さんで、まあお客さんなんか湯たんぽも持参で持ってっちゃって、お茶を飲むところ、押すと出てくるところありますよね。あそこに、なんか湯たんぽ入れたのかな、なんか分かんないですけど、そのままお湯をちゃっかり入れてて、それをちゃっかりまた他のお客さんが撮影してて、それが、まあ、旧ツイッターの X にアップされて、まあ、ちょっと今、若干炎上してたっていうことなんですけども、それちょっと僕言いたいんですけどもね、こういうことっていうのは、要は、小売業界で、こう、お茶っていうのは、まあ、何でも同じですよ。水とか、セルフで取ってきてくださいって言ったら、カップが備えてあって、そのサーバーがあってそこ取りますよね。松屋さんでも、すき家さんでも。うん。それを過剰に取るっていうのは、これ許可が得られるお客様がですね、すいませんけど、これちょっとサーバーの水、ペットボトルに入れていいですかねとかっていうと、許可が得られればいいんですよ。窃盗罪にはならないんですよ。で、店側も、案外こう、言えないんですよね。あ、ちょっと飲食だけにしていただけませんかねとか。飲食食べてる時だけにしていただけませんかねとか、とはちょっと言いにくい部分あるんですよね。はい。というのも、そのお客さんにもよると思うんですけど、毎回毎回来てくれるからっていうと、結構心折れちゃう部分もあるんですよね。で、なおかつ、よくスーパーとか、コンビニでもそうですけど、割り箸だとか、ストロー、お弁当買ったら割り箸、まあ、昔はそうなんですけど、スーパーのお弁当買うと、割り箸1膳でよろしいですかとかって聞いてた時期あったじゃないですか。うん。その1膳でいいの、一個のり弁当買ったから割り箸一膳って普通なんですけど、それ5個ください、6個くださいっていう人も案外いたんですよね。僕が知ってるのでは、カップのヨーグルトをまとめて買ったんで、まあ、できれば50、まとめて何かな ?10 個ぐらいかな、うん、?3 パックのやつを3つぐらい買ったんで、すいませんけど、スプーンの方は50個くださいとかって、そういうのいたんですよ。で、こっちも、やっぱりサービス側も、レジの方も、断らざるを得ないんで、そのままパッて出してたんですけども、まあ、そうなると悪循環を生んでしまって、何が目的でそんなにスプーンだとか、お店の方のサービスで出してるものをもらっちゃうのか、もらっちゃうのか、よくわからないってこと。なんか、レジ脇に備えるようになったじゃないですか。はい。それとも同じで、いくらサービスだからといっても、ちゃっかりそのお湯を、うん。許可もなく取ってると、これちょっとね、窃盗罪になるか、どのような価値観なのかっていうのはわからないんですが、多分その方も、なんか車中泊してたとか、ちょっと生活困窮者じゃないのかなとか、なんか、お湯ぐらいすぐ、だってガス、ね、ポットの中入れとけば自動的に沸くじゃないですか。ね、夜間に水入れてそのままガス火つけてれば自動的にお湯ってできるじゃないですか。それがちょっとできないって、なんでかしらその人意見があると思うんですけど、そういうものはちょっとね、分別してけじめをつけてやるべきだと思います。うん、それと、あとやっぱこう、撮影する方も許可なしで撮影してしまうと、これ肖像権ということになってしまうんで、これちょっと話す長くなるんで、まあ割愛しますけど、まあちょっとそれは、X であげるっていうのは、どうかなと私は思いました。すんなりお店側に言って、ちょっと一応撮りましたけど、この方あれですよって、こっそり言うのが一番いいんじゃないのかなと思います。はい。で、まあ、それ、まあ、窃盗に、お店のサービス品を許可なくなんかこう、取っちゃうっていう、まあ、お客だからいいだろう、お客だからいいだろうよって、こう、言う人って結構いるんですよね。はいはい。まあ、ですんで、まあまあ、ね、皆さん、まあ、マナー守ってると思うんですけど、まあ、普通に言っても、まあ、過剰要求はやめようと。前、こういう同じようなタイプのことで、セブンイレブンさん、言っちゃったけど、まあ、コンビニエンスの前に、コンセント挿す場所があったんですよ。プラグを挿す場所が。そこを使って、なんか、電気の IH かな、なんのかな。そこでなんか、挿して、
調理ができるあるじゃないですか。で、そこで焼きそば作ってたって言うんですよ。そういうのが過去ありまして、だまあ、車中泊の方も、まあ、とにかくね、まあ、コンセントあれば、充電もできるし、お湯も沸かすこともできるんですけど、あまりこうね、その辺の、なんつうのかな、まあ、ものを利用して、ちょっと目立つようなことはね、あまりやるべきじゃないんですよね。はい。今日はこんなところで終わりたいと思います。良い一日を。